はい、スーパー GT 最終戦茂木、たくさんの応援ありがとうございました。まあ、今回はですね、まあ、練習走行で朝からウェットコンディションになって、中盤ぐらいからドライタイヤを履いて、テストを行えたんですけど、まあ、その中で山内選手が練習走行トップタイムを出してくれて、まあ、予選に向けて非常に期待の持てる練習走行だったと思います。で、予選 Q1 僕が担当して、なんとか5番手で山内選手につないで、山内選手も、素晴らしいタイムを記録してくれて4番手という結果になりました。まあ、ちょっとトップは非常に早かったですし、まあ、今の BRZ の限界のタイムを山内選手が出してくれたと思います。そして決勝レース、久々に僕がスタートを担当して、なんとか1コーナーで1台をパスすることができて、まあ、序盤は3位を走行するような形で0号車を追ってたんですけど、まあ、中盤ぐらいになってきてどんどんタイヤも辛くなって11号車にパスされて、でその辺でちょっとポジションの変動があったんですけど、ちょうど真ん中行く前ぐらいで山内選手にドライバーを交代をして、タイヤを4本変えてコースに山内選手が戻りました。で、まあ、ちょっとうちの車が、給油時間が長いので、その部分で前と離されたんですけど、後半山内選手が、猛プッシュをしてくれて、最終的に6位でチェッカーを受けることができました。今回表彰台を狙ってたので結果としては悔しいんですけど、ここ 3,4 年ポイントの取れてない茂木で、6位でポイントを持ち帰ることができて非常に嬉しく思いますし、最後まで SUBARU ファンシートでたくさんの応援をしていただいてありがとうございます。これで2018年のシーズンも終了となります。少し寂しいですが1年間応援ありがとうございました。また来年皆さんにお会いすることを楽しみにしています。応援ありがとうございました。We'll be right back.